だよね。で、あとはなんか、最近、今回が初めてのステージね。でも、こんだけ上手に演奏できます。すごいでしょ。初心者の方ってこうね、結構ね、ハードル高いなって思うんだけど、ゆきちゃんもだよね、初心者の。一応、ギターを始めて、大学からスタートした。私もギターボーカル大学から始めて、こんな感じです。なんで、心配せずに、ぜひ利用してください。楽器も貸し出し可能ですね。はい。なので、ぜひ、なんとかよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、でも逃げるさ、さっきのさ、バンドでさ、なんか定番曲やっちゃったんですよ、実は。曲かぶりです、まさかの。なんで、ちょっとやっぱ盛り上げたいわけですよ。演奏してる側楽しいかなっていう。みんな素直ありがとう、嬉しいよ。 なんかいいね、こうやって一時はライブできないと思ってさ、ちょっと思ってしまったこともあったんです。一応ね、2列くらいになってもらえると助かるかな。一部後ろにこう、ごめんね、ごめんねって、もうちょっとこう全体的にこっち側にこうスッと伝えさせていただけると、いい感じ、いい感じ、そこすかすか。エイジ君、前聞きますよ。そこでよろしいですか。わかりました。 じゃあ何の曲やるかわかるかな、わかるかな。正解です。手上げたり、手拍子したり、飛び跳ねたり、自由にやってもらって構わないので、ぜひ楽しい、この後もね、面白いバンドがどんどん出てきますので、最後まで楽しんでいってください。ここで終わっちゃいけないですよ。その準備体操をしていきましょう。いいかな、いいかな。イエーイ。 ちょっと長引くからやるね。じゃあ、ありがとうございました。みんなパワーでした。